放送席、放送席、そして甲子園球場の皆さん、ヒーローインタビューです。今日はバッテリーに来ていただきました伊藤将司投手、そして梅野選手です。まず今シーズン4勝目を挙げられました伊藤投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。8回無失点、ピッチングはいかがでしたか。まあ、そうですね、まあ、梅さんのリードのおかげでこういうピッチングができたので良かったです。前回素晴らしい投球を見せて今日状態はどうだったんでしょうか。そこまで良くはなかったです、はい、その中でもランナーを背負いながら抑えました。どんな意識で投げていましたか。そうですね、まあ、ランナー出ても粘り強く、ゼロに帰ってくることができたのでそこは良かったなと思います。打線も初回から得点を積み重ねました。どのように見ていましたか。そうですね、大量の得点が入ったので、まあ、自分も、気持ちよく、投げることができました。伊藤投手ご自身も送りバント2つ決めて、そしてタイムリーヒットも打ちました、はい、バッティングに関しては振り返っていかがですか。いや、自分に、すごくいいバッティングできたなって思います。これで伊藤投手去年からですね、この甲子園球場で7連勝、甲子園のマウンドいかがでしょうか。最高です。やはりこのファンの前で投げるのは格別ですかね。そうですね、やっぱ満員の中でファンの方に見てもらいながら、いいピッチングできるのはすごく気持ちいいです。では次の登板に向けてお願いします。次も精一杯投げていくのでご声援よろしくお願いします。まず伊藤投手にお話を伺いました。続いて梅野選手です。連日のこのヒーローインタビューということになりました。今この場に立っていかがですか。そうですね、まあ、昨日ナイターゲームで、今日デーゲームで、まあ、本当ね2回続けてこの場に立てることを、本当に光栄に思います。まずはキャッチャーとしてお話を伺いますが、毎回ランナーを背負う中でどんな気持ちでリードをしていたんでしょうか。そうですね、まあ、正志がね、タイミングを変えながら、自分の間合いを、常にね、持ってくれて、まあ、粘り強い、エラーで出したランナーでも、ゼロに、抑えて帰ってくる、まあ、そういうね、粘り強いピッチングっていうのがね、一人一人、そして1イニング1イニング、まあ、正志自身もね、粘り強く投げるっていうのをテーマに、今日も投げてたので、まあ、本当それができて、よかったなと思ってます。そして打つ方では2安打、先頭バッターで出塁しまして、いずれもホームに帰ってきました。打つ方でも大きく貢献しました。振り返っていかがでしょうか。まあ、やっぱり、自分がね、なかなかね、こう出れなかった分、得点につながらなかった分ね、今回は、しっかり得点につながるような、出塁できたので、まあ、昨日とね、1点、まあ、チャンスメイクをするっていう、ね、形で、まあ、その後正志がしっかり送って、タイムリーだったりっていうので、自分が得点できたので、まあ、本当に今日はね、内容のある打席が続いたのかなと思ってます。昨日おとといと途中出場でヒットも重ねました。そして今日活躍を見せました。日々どんな気持ちでプレーされていますか。いや、もう変わらずに、自分が任せられたところを、このタイガースの、ね、ためにしっかり、キャッチャーとしてもそうですけど、まあ、途中から出た時もね、たくさんの本当歓声、まあ、昨日も言いましたけどたくさんの歓声がね、本当に自分自身嬉しく思いますし、モチベーションにもなりますし、まあ、やっぱりね、そういうファンの皆さんの前でプレーするってことをね、常に日々感謝を持って、戦って準備してます。これで昨日に続いて連勝に なりました。明日以降に向けてお願いします。そうですね、基本的にはもうピッチャーがね、頑張ってこうやって抑えてくれながらゲームを作って勝っていくっていうね、タイガースのこのスタイルをね、常に、忘れずに、
そしてキャッチャーとしても、常に、ね、ピッチャーを引っ張っていく、まあ、そのテーマをね、今日は正志がすごいいいピッチングしてくれたので、また明日ね、西純也に、しっかりバトンを渡せたかなと思うので、また今後、これから、一勝をねどんどん積み重ねて、また連勝を重ねていきたいなと思ってます。では梅田選手、最後に締めてください。はい、まあね、昨日もね、明日も勝つ場合と言わせてもらって、今日勝たせてもらったので、また続けてい、きたいと思います。皆さん心の中でお願いします。それではいきます。明日も勝つ場合、ありがとうございました。今日のヒーローは伊藤将司投手、そして梅野選手でした。昨日のヒーローインタビューで、そして今日のヒーローインタビューでも、明日も勝つ場合が出ましたので、まあ、明日も期待できるというところでしょう。さて、それでは今度は矢野監督の勝利監督インタビューです。では勝ちましたタイガース矢野監督です。今日は先発全員安打で10得点、まず打線どう評価されますか？そうですね、いいつながりというかね、そういう攻撃はできたと思いますし、まあ、こう天候も、ね、難しかったですし、まあ、1点2点入っていくとね、隙も出るかなというところが心配しましたけど、まあ、そういうこともなくね、ずっといい攻撃ができたと思います。まあ、試合の中断などもありながら、序盤で大量リードとなりました。この点はどうでしたか？まあ、今日はね、岩崎も湯浅も休ませたいなって思ってたんでね、まあ、そういうところで打線がやっぱりそういう試合を作ってくれて、有利な形で、また明日に臨むに対してもね、いい形ができたんで、まあ、そういうところで打線が頑張ってくれたかなと思います。そして投げては伊藤投手が8回無失点、今日のピッチングはいかがでしたか？まあ、ここ最近ずっとね、いい感じで投げてくれてますし、まあ、いつも丁寧に、なんとか低く、まあ、時には大胆にっていうようなね、ピッチングを、まあ、梅野としっかりやってくれたなと思います。毎回ヒットは打たれましたけども、今日特にどこが良かったですか？そうですね、まっすぐが、まあ、相手はね、こう逃げるボール、右バッターの逃げるボールっていうのは頭にあると思うんですけど、まあ、そういうところをしっかりちょっと、まあ、裏というか、書きながら、まっすぐで押せたところが大きいかなと思います。9回が本人とお話などなさった上での判断に、いやいや、それはないですけど、はい、まあまあ、もう十分ね、仕事をやってくれてますし、まあ、次回もあるんでね、まあ、それで8回でもう OK ということで、はい、変わりました。6月これで13勝5敗1引き分け、改めて今のチーム状況いかがですか？まあ、そうですね、打線の状態も、ね、上がってきてますし、まあ、中継ぎ投手陣も、ね、今豊富に結構いると思うんでね、まあ、そういうところでいろんな戦い方っていうのができる形になってると思うんで、まあ、明日は柳投手という、ね、いいピッチャーなんで、まあ、今日みたいな打線が、ね、なんとかつないで、まあ、投手も明日は全員でいく気持ちで、ね、いきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。